島の人はみんな人が大好き、移住してきてくれて口ありがとう。島のキラキラを魅力発信、喜んでドゲードブチ感謝、ブチラッキーブチハッピー、不甲斐ええことばっかミラクルじゃん。ブチラッキーブチハッピー、不甲斐ええことばっかミラクルじゃん。スオー島にブチ感謝イエーイ。はい、ゲストのターくんです、はい、よろしくお願いします。お恥ずかしいですもう本当ターくんってこう、ね、みんな下から上から呼んでくれるんですけど、地区でよその地域とかでね、職場とかでターくんって言われたらちょっと恥ずかしいだって、ね、A 年なのに僕は、はい、あの、まあ、江本さんっていうのも分かったし、はい、島スタっていうのも分かったんだけど、はい、あの帯石観音の桜祭りで会った時に、はい、あの西山隆くんが来て、はい、ターくんって言った時に、え、ターくんって思って西山隆くんは本当1個上の直の先輩なんで、小中高と一緒でしたから、ターくんって言って僕は隆くんっていう仲なんで、だから本当にそういう、なんていうんですかね、どこで会ってもそういう関係性変わらないですし、多分60過ぎてもターくんってそういう先輩は、いやでも確かにそうそう、隣のおじいちゃんもね、おじいちゃんってことで、あの方もね、はい、奥の人のことをね、こうちゃんがって言って、はい、あ、こうちゃんって言うんだって杉田さんじゃなくてこうちゃんって呼ぶんだって。そうやっぱりその関係ないですね年経てもその関係性っていうのは、うん、はい、そうね、お盆じゃないですか、はい、でよくね、空き家を、あの定住促進協議会で空き家を探したりするときに、あ、はい、あの盆と正月に、はい、あの息子が帰ってくるから河川はっていうような話を聞いていて、はいはいはい、いやそんな帰ってこないだろうと思ってたんだけど、本当、はい、帰ってきますね皆さんね。そうですね、人口何倍ですかこれは。あのちょうどね、この構想的にはもうちょっと後なんですけど、はい、今ちょうどお盆時期で、うん、そうですね、今12なんで、うん、多分明日ぐらいから13から15までピークを迎えて、うん、今ここちょっと空き地になってて、あの車止まってないんですけど、ここ多分車で埋まります、ね、お盆の時期だけは。本当近所の、ね、空き家に人がいるとか、はい、あの国道がすごく混んでますよね、うん、今ね。なんかイメージでは本当はそうじゃないかもしれないですけど、2倍ぐらいになる、なんか人口が倍ぐらい増えるイメージありますね。ね、はい、でここ U にもね、はい、ちょうど帰ってきた親戚が帰ってきた親戚がこんにちは。ちょうど先ほど1時間前ぐらいに大阪から帰ってきた親戚と、でこれはもう、はいはい、隣の近所に住んでいる親戚の、はい、力也と言います。これもリキヤって言って、磯部って言って、リキドッグっていうラッパー名、同じく音楽活動活動してサポートさせていただいている側でございます。それとその親戚の小島村直人君と、その子供の、はい、小島村小太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何歳ですか？7歳です。あ、お元気がいい。小学2年生、1年生、1年生、お元気だね。ね、年に1回成長見れるんですよ。うーん、小太郎のね。そう、もともとお父さんが、お父さんのお母さん、まあ、おばあちゃんが大島出身、今は大島に住んでるわけじゃないけど、はい、ないですね、はい、大阪に住んでます、基本的には、はい、でも、まあ、もともとそのすぐそこの家の出身なんですよ、うんうん、お母さんも一緒に帰ってきてる。お母さんも一緒に帰ってこない、うん、それがすごいですよね、うん、でも子供らだけで、うん、子供っていうか、まあ直人はここで小学校、僕1年生のぐらいから帰ってきよったイメージがあるんですけど、うん、こうやって大人になってももうお父さんお母さんとかいなくて もう帰ってくるんですよ、うん、子供を連れて、ね、なんで？なんでですか？やっぱりね、大阪にいてるとこういう自然の良さを味わえることがないんで。ないない、ないない、まあ自分がこれぐらいの時はずっとそれを味わってきたんで、この子らにもちゃんと味わわせてあげたいなと思って。よく似てますよ、お父さんのちっちゃい頃に。お父さんやんちゃだったんですから。大島最高。A だよ、答え A ね。大島アップしてもらいました、ね、大島アップでしたね、大阪からアップですよ今。大島最高だな、大好きやな。何が面白い？何分からん。まあ何でもいい。まあ今日何でもね。帰ってきたばっかり、ね、うん、でも海よく言いますよね、その大島のここがいいっていうのってすごい難しいんだけど、なんかいるのがいて、その雰囲気がすごくいいとか、なんかそこにある情熱みたいなものを感じるっていう話をよく聞いて、なんか説明しにくいんだけど、すごくいい空気っていうかね。もう時間の流れがもう感じてるんだね、そういうのをね。大阪と同じ時間流れても違う、ね、違うよね、絶対ね、違う街とは。
こっちの方が絶対ゆっくりって言いますもんね、うん、なんか入ってる時間一緒ですけど、特に、ね、伊保優はすごいっていう言いますよね。大島の中でも特にのんびりしてるっていう、大島の人でも結構こっち来たことない人とかも実際いたりして、うん、ここ星綺麗じゃねみたいな感じですよね、うんうん、そうです。大島内でもそのあまりの田舎にびっくりするみたいな、星近いみたいな、僕高校時代に大島の同じ、まあ、区間地区だったか上野署だったかわからないんですけど、うん、の方にあのユウをちょっとバカにされて田舎すぎるじゃろって言われて、うん、いや大島同士でそれはないじゃろって何島だ、いやお前も島だろってちょっと言い合いになったことあるんですけど、僕だってひくまの人にあ今日ユウに行くんですって言うと何しに行くんって言うの何があるんだ、まあ、何もないですけど地球的には東京に近いって言いますもん俺らの方が一番都に近い、まあ、そうなんだ、フェリー出るし松山空港行っちゃうみたいなね、はい、でも地形的にはいい路線なんですよね、そのフェリーで松山から東京っていうのも ね、 すぐ行けますしね、すごい便利ですよね。へ、お父さんは何か思い出ありますか、大島で。大島でもう小さい時はもう1ヶ月ぐらいはずっと帰ってきてたんで、夏休み、ずっといました。夏といえば大島のイメージしかないですね、うん、もう冬はここがみかん農家なんで、うん、手伝ってみかんをもぎ倒すという、ガタイがいいでしょ、ね、うん、本当だ、すごい、みかんでつけた体が全部、これもラグビー部の主将ですから、ね、でもうこういうのがですね、もうみかんを抱えるわけですよここのおじいちゃん、磯辺のおじいちゃんがずっとみかんをしてて、おばあちゃんとおじいちゃんが ね、 そ う、 ですね、そういう懐かしいですよね、思い出が。あとあのそこの港っていうか、そこのあれですね、灯台のところでバーベキューをみんなでして、ロケット花火をパーって投げたり、誰がこうギリギリまでいけるかね、チキンなんですよ、早く離したらここまで行ってここで爆発したりとかですね環境破壊、環境破壊今は申してません。で、あそこのあそこからですね、誰が綺麗に回転して飛び込むか、飛び込めるか、でこう運動神経がいいで頭から行くんですけど、僕とか怖くて足から飛び込んだらヘタレって言われたり。じゃあ見せていただきますか、3人で。もうええ年ですから、ええ年なんでちょっとできませんけど、去年やってあの鼓膜破れたんでやってるんだ、それ聞いてなかった、夏はあの本気なんですやってるんだね、夏は。ちょっと子供の、ね、前でええ格好しようと思ってたんですよね。じゃあ盆踊りも出て、まあ、もちろん、もちろん仮想大会出たな、こうやって仮想大会出るじゃないですか、うん、僕らもこのちっちゃい頃に仮装大会出てバレリーナの格好して白塗りになってっていう写真が今でも残ってて、で去年ね小太郎とかも出てくれて、なんか自分らのね昔のなんか思い出をなんかなぞってくれてるみたいで嬉しかったです。今回はどれくらいいるんですか。今回は15日、そのお盆の15日ぐらいの夜には帰ろうかなと思ってますけど、まあ僕が言うのもなんです、僕より全然ね大島の先輩なんですけど、楽しんで、はい、帰ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。小田、大島、大島最高。ありがとうございます。ありがとう。ユーニはテレビが来るようになったですね。素晴らしい。ありがとう。かわいいですね。